この AI ツールを使えば、こんな漏れる画像が作れちゃうんです。こんにちは、ザ・レスポンスの柴田です。こちらの AI シリーズでは、ビジネスの現場ですぐに使える AI ツールや、その活用の仕方について、実際の画面をお見せしながら、ステップバイステップで解説します。今回はサムネイルに使える漏れるアイコンの作り方についてご紹介したいと思います。自分の写真を使いたいけどなかなかない、漏れる写真が撮れない、わざわざカメラマンに撮影してもらうのもな、もしこんな風に思われているなら、そのお悩みはこのツールで解決できるかもしれません。それがこちらの AI ツール、アートフローです。このツールを活用することで、こんな風にそのシーンに応じた適切な AI 画像を作ることができちゃいます。簡単なやり方さえ理解すれば、いろんな場面で活用することができるので、ぜひこちらの動画を見ながら取り組んでみてください。まず、アートフローとはどんなものかというと、自分の写真を数枚アップロードするだけで、自分の AI アクターを自動的に作ってくれて、さらにプロンプトで指示を出すことで、様々なパターンのスタイルやテーマで画像を生成できる AI 画像の生成ツールです。アートフローは無料で試すことができるので、まずは少し触ってみたいという方でも、アカウントを作るだけですぐに始めることができます。実際に触ってみてご自身でも活用できるなと思った場合は、有料プランに切り替えていただくのがおすすめです。アートフローでは様々な画像を作ることができるんですけれども、どんな画像が作れるのか、どうやってそれを活用していくのか、実際の画面を使って早速やってみましょう。まずはアートフローの公式サイトにアクセスします。アートフローと検索いただくか、概要欄にもリンクを貼っているので、そちらからアクセスしてみてください。公式サイトにアクセスできたら、まずはアカウントを作成します。 Train Your Actor をクリックして、サインアップをクリックすると画面が切り替わります。 Google アカウントをお持ちの方は、下の方に Google のログインボタンが出てくるので、こちらからサインインしてもらえれば OK です。Google アカウントをお持ちでない方は、こちらに名前、E メールアドレス、パスワード、必要事項を入力して、チェックボックスにチェックを入れて、クリエイトアカウントをクリックしていただくだけで簡単にアカウントが作れます。アカウントができると、このような画面に切り替わると思います。私はすでにアカウントを持っているので、アイコンが表示されているんですが、皆さんはご自身の顔が表示されてない画面になっているかと思います。それでは、早速、初期設定を行っていきましょう。Create Your AI Actor というところをクリックして、アクターの生成を行います。アクタージェンダーでは、ご自身の性別を入れてください。男性はメイルを、女性はフィメールを選択してください。アクターエイジでは、年齢層を選択します。大人の方はアダルトを、子供の場合はチャイルドを選択します。次にアクターネームを入れるんですけれども、こちらは指示出しをするプロンプトに使用する名前になるので、ローマ字で短い名前にしておくのがおすすめです。私の場合はこのように柴田と入れています。次にこちらの部分に写真をアップロードします。最大20枚、少なくとも5枚入れる必要があるんですが、 AI 画像の精度を上げるためにも、少なくとも10枚はこちらにアップロードするようにしましょう。またここでアップロードする写真についてなんですが、プロが撮ったような綺麗な写真でなくても構いません。今この瞬間にスマホでいろんな角度から写真を撮っていただいて、そちらをアップロードするので十分です。ただし、右側に注意事項が出ているように、複数人での写真や表情がよくわからない写真、または遠すぎてよく表情が見えない写真であったり、メガネやマスクで顔が覆われているものは判断がつきにくい写真になるので、そういった写真は入れないようにしましょう。それではこちらにアップロードが完了したら、こちらのボタンをクリックします。すると生成が始まるんですが、こちらで有料プランと無料プランの違いが出てきます。有料プランの場合は5分ほどで生成が完了するんですが、無料プランの場合は少なくとも 1-2 時間、またはそれ以上時間がかかってくる場合があるのでご注意ください。アップロードした写真の処理が完了すると、このようにご自身の AI アクターがトップページに表示されます。それではここから実際に AI 画像を作っていきましょう。ご自身の AI アクターの下の方に Create Image というボタンが出てくるので、こちらをクリックします。こちらから実際に AI 画像を作っていきましょう。まず General と書かれている項目で画像タイプを選択します。 General では顔の位置やポーズを変えることができるので、サムネイルをはじめとする様々なシーンで使うことができます。次に Portrait では真正面の画像ができるので、プロフィールアイコンなどを作るときに向いています。3つ目のプレゼンターなんですが、こちらは真正面かつプレゼンに使えそうなポージングの画像ができるので、ランディングページなど権威性を示したい画像に向いています。
今回はサムネイルに使う画像を作りたいので、ジェネラルを選択してもらえれば OK です。次にアスペクト比なんですが、アスペクト比っていうのはつまり画像のサイズのことを表しています。今回はサムネイルに使う画像になるので16対9を選択します。次にテンプレートなんですが、1からプロンプトを書いて指示を出すのは大変なので、まずはテンプレートから理想に一番近いものを選んでもらうのがおすすめです。こちらの More をクリックしていただくと、このようにたくさんの画像が出てきます。スカイダイビングをしている画像だったり、アニメ風の画像だったり、ビジネスマンの画像だったり、ドレスアップしたような画像だったり、他にもちょっとエンタメ要素があるような画像も作れたり、本当に様々なテンプレートが用意されています。テンプレートの種類が非常に幅広いので、一から探すのは大変だと思うので、上部に表示されているこちらの項目からジャンルを絞り込んで探すという方法もできます。例えばこちらからプロフェッショナルっていう風に選択していただくと、このような画像だけに絞り込めたり、ライフスタイルにするとこのような画像に絞り込めたり、トラベルだったらこんな感じ、ファンタジーだったらこんな感じ、などなど様々な画像に絞り込むことも可能です。それではこちらのテンプレートから一つ選んで画像を作ってみたいと思います。ではこちらの画像を選択してみたいと思います。画像を選択すると先ほどの編集画面に戻るので、こちらからそのまま先ほどの画像を生成したい場合は、こちらのジェネレートをクリックします。するとこのような画像が生成できました。先ほどのイメージと近いものになっているかと思います。ここからさらに編集を加えて画像を磨いていくことができるのでやってみましょう。左側の項目のポーズリファレンスというところがあるんですが、ここではポーズや位置、顔の角度を変えることができます。まずこのポーズというところでは、こちらのポーズを選択してみたいと思います。こちらを選択してジェネレートをクリック。するとこちらで選択したポーズと同じポーズの画像が生成できました。他にも More というボタンをクリックしていただくと、様々なポーズを選択することができます。それ以外にも、こちらのアップロードに何か参考画像を入れていただくと、その画像のポーズに似たものの AI 画像を作ってくれたり、Select のところから過去に作った画像を選択いただくと、その画像のポーズに似た画像も生成してくれます。先ほどのポーズリファレンスという横に、ディレクターモードという項目があるんですが、こちらがとても優秀なので覚えておいていただきたいと思います。ここでは顔の位置や向きの変更、拡大や縮小などが行えます。拡大縮小を行いたい場合は、こちらのバーを左や右に動かすだけで拡大縮小が行えます。ローテイトでは体を回転させることができます。このように回転することができるんですが、一つこちらで注意事項があって、顔を回転させてしまうとうまく口を認識できないことがあるようで、選ぶ画像によってはうまく AI 画像が生成できない場合があるので、こちらは注意してください。基本的には正面またはちょっと角度を変えるぐらい、このぐらいだったら全く問題ないので、このくらいに抑えておくのがいいと思います。あとはこのように人を掴んで移動させることもできます。今回はサムネイルに使う画像を作るということなので、右や左にこちらのアクターを移動させて拡大して、この空いたスペースにテキストを入れるなんてこともできます。このように細かく調整ができるので、こちらの機能は覚えておくようにしてください。次にプロンプトについてです。プロンプトとは AI に指示を出すための指示文章のことを言います。先ほどテンプレートを選択したことで自動的にこのようなプロンプトが作られているかと思います。この段階で生成された画像ですでに満足という場合は、特にプロンプトをいじる必要はありません。もう少しこちらの画像に磨きをかけたい場合は、ここからプロンプトを修正して背景のテーマだったり服の種類、色などを調整して、さらに理想に近い状態に近づけることができます。ここで一つ注意してほしいのが、プロンプタにアクターネームを記載しておくことです。このようにピンクの文字でアット柴田というふうに私が登録したアクターネームが入っていれば、プロンプトに正しく反映されていることになるんですが、ここでアクターネームを記載していないと正しく反映されないので注意してください。基本的にテンプレートを活用している場合は自動的にアクターネームが記載されていると思うので、その場合は特に気にする必要はありません。誤って消さないようにだけ気をつけてください。では実際にプロンプトを修正してみたいと思います。こちらすべて英語表記ではあるんですけれども、簡単なテキスト入力で済むので、英語が苦手な方でも
単語さえ分かれば問題なく指示を出せるかと思います。もし不安な方は Google 翻訳などもありますので、そちらから確認しながら進めてもらえれば OK です。それでは試しに今回は服の色を変えてみたいと思います。今はこちらにあるようにウェアリングファッショナブル、カジュアル、ロングスリーブ、ネイビーブルーのシルクトップという風になっていると思うんですが、こちらをホワイトカラーのトップスに変えてみたいと思います。その場合はこのネイビーブルーを消してホワイトという風に変更すれば OK です。こちらでジェネレートをクリックして生成してみます。するとこのように服の色が変わりました。さらにこちら色だけでなくて服のタイプも変えることができます。ビジネスシーンで使う画像なのであればスーツスタイルが適しているかと思うので、次はネイビーブルーのスーツスタイルに変更してみたいと思います。こちらでジェネレートをクリックすると、このように服の色だけでなくカジュアルなシルクのトップスからスーツスタイルに変わりました。洋服の色だけでなく他にもシーン自体を変えたり、髪の毛の色を変えたり、インテリアを変えたり、プロンプトを変更するだけで様々な画像を作ることができます。さらに画像内で入れてほしくないものがあった場合は、こちらのエクスクルードフロムイメージの部分に除外したいもののワードを入れることで画像から除外することもできます。次にスタイルコントロールの部分では画像の質感を変えることができます。今はリアリスティックといって現実的な画像になっているかと思うんですが、こちらのアドスタイルを見ていただくと、このように画像の質感を変更することもできます。今の画像で一つ選択してみたいと思います。ではちょっと分かりやすいようにファンタジーを選択してみましょう。リアリスティックは一度削除してファンタジーだけに変更してジェネレートで生成してみたいと思います。するとこのように先ほどの画像とはテイストが変わったのがお分かりいただけますでしょうか。なのでこのようにご自身がどういったテイストの画像が作りたいかによって、こういった画像の質感も変えることができます。満足できる AI 画像が作れたら、こちらを選択いただいて右から3つ目のダウンロードボタンをクリックするだけで簡単に画像がダウンロードできます。このようにアートフローを使いこなせるようになれば、サムネイルだけでなく YouTube や Instagram、X などのプロフィールアイコンにも使えることができたり、ランディングページや販促物、少しユーモアのある名刺なんかにも活用することができるようになります。もちろん先ほどご覧いただいた通り、全ての画像が使える画像、漏れる画像になっているわけではありません。ですがご自身で都度写真を撮りに行ったり編集したりという手間を考えると、画像の質もパターンもそれ以上のものがたくさん出せるのは間違いないと思うので、ぜひ活用してみてください。いかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思った場合はコメント欄でぜひ感想をお聞かせください。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。他にもおすすめの AI ツールをご紹介した PDF があるので、もっと AI を活用していきたいという方は概要欄のリンクから LINE のお友達登録をしていただければ PDF をお送りさせていただきます。またレスポンスラボという会員制サービスに入っていただくと、現場ですぐに使えるウェブマーケティングのノウハウや最新情報などもお届けしているので、ぜひ概要欄から詳細をチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。